生に対してツッコミが圧倒的に足りてへんねん。そもそもみんなボケの質が独特すぎんねん。
番人気は3番最高のレースを期待している皆さん、ご安心ください。この12人の英雄が競い合って白熱しないわけがありません。人気と実力を兼ね備えたここまで無敗グランプリウマ娘11番コパノリッキー、今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗グランプリウマ娘2番コパノリッキー、威風堂々とスタートを待つのはこのウマ娘。ここまで無敗グランプリウマ娘3番スマートファルコン1番人気です。私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。向こう上面中間に入っていく。期待通りの結果を出せるか。1番人気3番スマートファルコン、5番スマートファルコン快調に飛ばして行きます。先頭は5番スマートファルコン、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは2番コパノリッキー。第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭がやや速いのか、隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。1周目のスタンド前にかかってゆく。依然として5番スマートファルコン、先頭から大きく離されて2番手は2番コパノリッキー、さらに3番スマートファルコン、外から外から11番コパノリッキー。ここまでが先頭集団。順位を振り返っていきます。第1コーナー回って第2コーナー、依然先頭は5番スマートファルコン、続いて2番コパノリッキー、3番手11番コパノリッキー、少し離れて3番スマートファルコン。2周目の向こう上面、各ウマ娘たちの動きが激しい。先頭は相変わらず5番スマートファルコン。輝く星をみんなに。続きました2番コパノリッキー、さらには11番コパノリッキー、4番手には3番スマートファルコン、5番手には1番オグリキャップ、さらに4番オグリキャップ、大きく離れて10番内の方から6番、第4コーナーカーブ栄光まで400、1番オグリキャップ食らいついたよく。最終コーナー最初に立ち上がったのは2番コパノリッキー、200を通過。2番コパノリッキー足色は衰えない。2番コパノリッキーリードは1馬身、2番コパノリッキー今ゴールイン。第1レースを1着でゴールしたのは2番コパノリッキー、素晴らしい走りを見せてくれました。2着には1番オグリキャップ、3着4番オグリキャップ。最高の姿勢に最高の運気、綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。コパノリッキーとスマートファルコン、この2人向こう正面中間に入っていく。残り400、さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。クリスマートファルコン速い速い、もはや独走状態スマートファルコン。このまま最後まで行ってしまうのか。先頭はスマートファルコン、変わらない。後ろを突き放してスマートファルコンゴールイン。圧巻の走りでレースを制した。1着でゴールしたのはスマートファルコン。この強さこそがまさに英雄の証。応援ありがとう。さあゲートが開いた。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。向こう正面中間に入っていく。栄光まで400、まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。スマートファルコン突き逃げる。スマートファルコンリードを開いていく。スマートファルコン、スマートファルコン足色は衰えない。2番手争いは8番オグリキャップ、コパノリッキー、スマートファルコン。
今スタートが切られました。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。5番スマートファルコンたちが向こう正面中間に入っていく。栄光まで400。4番オグリキャップ並びかけてきた。外から1番コパノリッキー、7番コパノリッキー、4番オグリキャップ、横一線に並んだ。ここで先頭に立った7番コパノリッキー。4番すごい気だったよ。さあゲートが開いた。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。向こう上面中間に入り残り400。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。抜け出したのは3番コパ、リードを開いて3番コパのリッキー、3番コパのリッキー、リードは1馬身、足色は衰えない。3番コパのリッキー今ゴールイン。第5レースを制しました。3番コパのリッキーの完勝でした。